はいどうも、 VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。はい、外国人 OB やってきましたね。はい、まあ今日はメンテナンス日和でしたね。本当にピクニック日和よりもメンテナンス日和でしたよね。今日はめっちゃ晴れてたんすけどね。いや本当にね、まあけど僕1時からずっと体力100のまんまなんすよ。まあ夜ちょっと出かけてたんで10時ぐらいに帰ってきたんですけど、まあネットスタジアムはボーナスついてないとやる気起きないんでね。しかもランキングまあ僕走らないんすけど、多分ガチャタイプなんで僕。まあ後でねそれは引いていきたいんですけど、今日はねちょっと僕ね選手評価やらせてもらっていいですか。まあリーグオーダーのね評価もしたいんですけど、まあそれは他の方もやってるんで、まあリアタイメインでねちょっと見ていきたいかなと思ってますし、まあ僕のね外国人の選手は全員僕の友達なんで、まあそういう感じで紹介していきたいと思います。はい、では早速いきましょう。はい、ちょっとあだ名で呼ぶ場面もあるかもしれないですけど、それはちょっと気にしないでくださいね。はい、ってことでレラヤン。はい、いやーレラヤンめっちゃ欲しいですね。まあ多分ねリアタイにおいても多分おそらく DH なんですけど、まあもうパワー90乗りますしね、特殊能力しかも広角打法ついてますからね、これは最強ですね。ミートも80にあるっていかつない。お、今日打率3割打ってるわ。お、すごっ。ああなるほどね、そりゃミート A 行きますわ。はい、でファルゲンボーグね。なんかすごいボーグみたいな名前しますけど、ファルゲンボーグ選手もね球種が少ないんですよね。ここなんですよね。もうちょいね球種があったらねリーグオーダーも入ってくるかなと思ったんですけど、まあソフトバンク純正の人向けですよね。リアタイは使えない。でグロス、スタミナ型なんですよね。で球種もね5球種あるんですけど、リアタイは使えないですね。ムービングファスト138キロはフルボッコ要素満点なんで、打たれますね。でフォークもいいやしね、きついな。リーグオーダーも多分入ってこないんじゃない多分ね。はい、来ましたブーマーブーマーと言ったらね、角田さんやった、ソフトバンクの元、何回か肩外した人ですよね。これ角田さんの肩脱臼させた選手ですよね。強すぎでしょこれ。ミートフォワード落ちってこれ左バッターやったらめっちゃ欲しいんですけど、ただファーストはまあね全国大会王監督で行こうと思ってるんで、まあゲットしたら DH ですね。はい、多分アーティストやしね。しかも特殊能力が超アーティストでアベレージヒッター下位なんですよね。チャンスミート力も上がるんですよ。これ全部発動したら多分90超えますよね。全部強っ、ぜひ欲しい。はい、レオン写真振る。まあ、特殊能力もいい感じですよね。なんかこのバッター両打ちかなと思ったけど右打ちなんですね。で兄に継ぐって書いてますけど、兄が誰か分かんないです僕。まあただかなり強い。外国人 OB って外れないよな、ほんまに。ほんま外れないわ。ただ今回ピッチャーが弱いですよね。要素的にリアタイ的にも弱いピッチャーが。ただロッテ枠としては全然優秀、めっちゃ欲しい。はい、ジョーンズ引く。ちょっと待って、またこれ画像ちっちゃいシリーズ来たな。これほら、これ田和田選手2号と呼びます。はい、アンドリュー・ジョーンズね。多分田和田2号です。ちっちゃ、まあそうっすね、もうちょいパワーあってもよかったんじゃない。ジョーンズそんなことないんかな。まあけどあれか、これがキャリアハイなんかな。まあけど楽天の方は絶対に欲しい選手ですよね。ルイス、ちょっとミンチに見えた俺ミンチに似てない。しかもね固有あるんよ。早まあ強いっすよね。球種4球しかマリアタイは使えないっすね。ただ同値いけるんで称号して、ただ称号って言ってもさ、外国人選手称号ってむずいよな。限界突破コーチ使わないと無理ですもんね、おそらく。僕外国人選手限界突破したことないんですよね。まあ無課金の方は特にきついですよね、多分称号なんかね。外国人 OB とか TS とか、まあ普通の OB とかは正直称号チャレンジとか無理ですよね。僕したことないんちゃうかな。でハーウェル選手、これハーウェル選手めっちゃ欲しいんよ俺。サードの左打ちでしょ、めっちゃ欲しい。宮崎選手すぐ交代したい。まあ特殊能力がちょっと弱いかな。超パワー比だけミントが上がるねやつ欲しかったんですけどね。固め打ちは正直リアタイにおいては全然使えないんで、まあ同値っていうのはありがたいんでリーグオーダーには入れたいですよね、ゲットしたらね。はい、ヤクルト枠パウエル、ハウエルね、コンビ組んでもいいんちゃう。はい、クソヤン、ごめん間違えました、すいません。いやヤンつける癖あるんですよ僕外国人の人って、友達なんで。クソヤンはちょっとまずいな。ガリアン、はい、ガリクソン選手はまあ巨人、僕巨人純正、少な、球種少な、そうなん、ガリクソン選手こんな球種少なかった。巨人純正やってるけどちょっとここは避けたいかな僕的に。今回は避けさせていただきます。はい、でブラックスめっちゃ強いですよね。ライト横浜 OB ってかなり強い方ですよね。ライトで守備 B あるし、パワーヒッターチャンスプルヒッター、パワーヒッタープルヒッターチャンスが良かったかな。リアタイ的に言ったらね、盗塁1どうしたの、もうちょい盗塁できたんじゃん。あ、総力 C か。まあ称号いけるけど称号は無理ですね。はいまあ、パワーヒッターという点ではね、まあ、全然ハズレじゃないですよね。本当に言って外国人 OB の選手ってピッチャー以外は今回マジでハズレじゃない。はい、パウエル選手めっちゃ欲しい。ドラゴンズね、阿部比の広角打法チャンスでしょ。まあ右バッターやけど DH 置きたいかな。センターはね、まあけど柳田選手よりもいいかもな。
守備的に。いやどうやろ、ちょっと迷いどこっすね。ただ能力がめっちゃ強い。パワー A 乗ってほしかったな。あ、ラインドライブなんやけど、パワーヒー、お、ないんや。あ、ごめん、ラインドライブ見てなかった。いらないかもしれんな。まあけど魅力的な選手っすよね。すごい、僕めっちゃ好きやったんですよ、パウエル選手。もう関川立浪と肩並べてましたからね。うん、でリベラ選手、球速いなっていう感じかな。捕球スローイング悪いね、多分ね。ピッチャー返しは多分全部エラーしますね。超重い球はすごい魅力的な能力なんですけどね、かなり下げるんでね、相手の能力。まあ厳しいな、リベラ選手はちょっと当たりたくないかな。はい、てな感じでちょっと簡単にざっと紹介しましたけど、まあ本当にあの僕目線なんでね、はい、あ、VIP はそう思うんやぐらいで聞き逃してもらえればなと思います。はい、ってことで早速ガチャやっていきましょう。やばい、めっちゃ緊張する。じゃあ行きましょうか。ちょっとここから音量注意です。もしあれやったら音量2ぐらい下げとってもらった方がいいかもしれん。あの2倍引きした時めっちゃうるさくなるんで。はい、2倍引き限定じゃないけどね。狙いの選手はとりあえずレライアン、ブーマー、ハウエル、パウエルかな。うん、ハウエル、パウエル、レライアン、ブーマー、ハウエル、パウエルかな。まあレオン選手も OK ですよね、全然。はい、じゃあ早速10連目いきましょう。ちょっと待って、何パーやろ。来た、魔の 50%。 S ランク出て 50% で OB ね。来ました。僕 50% 引けない男なんでね。僕 50% 引けない男なんでね。この言葉が現実になることを彼はまだ知らなかった。じゃあ早速やっていきましょう。いきます。よし、お願いします。僕ね、この前のガチャめっちゃ引き悪かったんでね、福袋頼むよ。いきます。もうこっからこうパンって、いやーこれは弱いな。こっから賞味 S 出る可能性な、ほらほぼないっすよね。もういいわ。はい、もうスキップ。お、ブ、おお、いやー、ラッキー。お、え、おお、よし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 。お、あ、おお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 、待って、めっちゃ A 出る。これはネットスタジアム走りたくなるやつね。てか A ランクバチクソかっこよくなかった、今ビビるわ。じゃあ20連目いきます。いや、せめて2枚は出てほしいですよね、 OB 選手。もう賞味ネットスタジアム走らんねやったらきついからな。紙引きするしかないもんな。いきます。いやー、紙吹雪、青、うわきっつ。ちょ、ほんまきついよ、コナミさん、マジで。うわ、うわ、もうえぐ、割れて、よっしゃよし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 。ちょっと夜やから、え、めっちゃかっこいいやんこれ。足光ってますけど大丈夫、リベラ。あー、やばい、来てる来てるけど、 OB 来てる、 OB 引けてる、 OB 引けてる、 A ランク頼む頼む、さ、お願いします。いけやー僕 50% 引けない男なんでね。僕 50% 引けない男なんでね。僕 50% 引けない男なんでね。マジで 50% 引かれ。ほら、めっちゃ外国人 OB 引いてんねんけど。あ、ブラッシュ、いやー冷たいなー、小波さん、そこは 50% 引かしてくれよ。じゃあね、ここ、レライアン、ブーマー、ハウエル、パウエルね。12分の4ね。いきます。2枚出てくれてもいい。2枚出てくれてもいい。お願いします。2枚出てくれてもいい。2枚、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 2枚。なんかマジで演出持ってないわ、俺ほんまに。演出弱。うん。いや、けどまあさっきは割れたけどな。よしよし。このカットインとか久しく見てなかったわ。よし。うわー、もう来てもよかったけどな。A めっちゃ引くな。お願い、2枚引きして、あー、あかん、よし、いきます、お願いします、欲しい欲しい。これ絶対ランキングきついっすよね。ちょっと見てみよう。イグーが1位やで、イグーが。きっつそう、分からんけど、どうなの、熾烈なのかな今回のランキングは。あ、とりあえずね、これもうあと確定ないっすもんね。 A ランクの引きは良かったけどな。ちょっとね、もしかしたら、ちょっと今ね、もう引くエナジーないので、もしかしたらまた追加ガチャする可能性がある。うん、それはまたお楽しみにしておいてください。またね、もしね、暴走 VIP してほしいという人は高評価押しといて、うん、いつもより高評価の数が多かったら引きますわ。はい、それだけみんなが引いてほしいってことなんでね。はい、60連以上引くかもしれん、もしかしたら。うん、わかんないけどね。はい、それはまた今後見ていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は終わりたいと思います。 VIP でした。